今回私がプレイいたしますゲームというのがその名もオルト F4-2 というゲームでございまして、鶏を飛ばしながら初見殺しをかいくぐっていくという小虫、非常に難しいゲームの一つなんですね。グラビティ、あ、来ましたね。うるさいなー、いやーうるさいね。バン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 、解像度640って感じ解像度バン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 、ね、ね、このあの映像とかに一切の意味ないんでね。音量大丈夫でしょうか、うるさいですか、ちょっと下げますよ。これぐらいで大丈夫でしょうか、もうちょっと下げましょうか、どうでしょうか。音量ちょっと考えて、もう早速さてね、思うんですけれども、いきますよ。ね、このゲームどういうゲームかと言いますと、まあ見ていただいたらわかると思うんですけれども、これチュートリアルはいいですね。あの真ん中の主人公を動かしていくという。で、まあアスレチックゲームですね。なんで、難しい足場を越えていったり、敵を回避していったり、基本的には攻撃をするということはないです。ね。避けていくという、オンリーアップに似ているような感じの、なんていうんやろうな、どっかこう目的のところに行くっていう目的のゲームなんですけどね。物語としては、鶏が、の王様が土深くにいたんかな、私は王様だよ、とこう鶏が言うわけちっちゃいですけどね。かぶり方も違いますけど。君は鶏だ、と王様は言ったわけですよ。鶏に対してね。なんだよ、鶏じゃないよ、と拗ねたわけです。追い出されたわけだ、こう鶏は。ただ、その先でね、その寂しくなったその先で鶏のなんか故郷みたいなところを見つけて、そこで、まあちょっとこう悲しみながらね、生活をすることになるんですね、この鶏はね。ベッドに寝る必要はないですけれども。するとそこに一匹の兵士が来るわけですよ。どうしたんだろうと、こう。この鶏どうしたんだろうと。私は王だと、それでも虚勢を張るわけだ、鶏は。ま、わずかばかりのプライドで。ところが相手は、私は騎士のドン・キホーテですと。ね、王よ、私はあなたの騎士になりますと、まさかまさかの王をしちゃうバカだったんですね。これがこの主人公ということになります。そして背中に背負っているのがその鶏の王ということになります。まあ、このゲームは基本的にはこの主人公を動かしながら、まあ、ジャンプと、あとこういうローリングと鶏を掘るということを駆使してクリアしていくということになります。これなんて書いてるんですか、ローンなんですか、ちょっとわからないですけど。まずは一旦じゃあ、ここが町なんかな、ここが鶏の先、さっきの鶏のところなんかな、多分。ここに鶏がいたんかなって思うんですけど、ちょっとこの潜水がちょっと早いな、今な。うん。こんなもんじゃん、これで、はい。これでどう、これ見せてごらん。うん、変わらへん、何も。これ犬小屋じゃない、ほんで。これ犬小屋やと思うけど。で、下にあるのが体力ですね、一応ね。体力がゼロになると死んじゃうんですけど、ほとんど、ゼロになるよりも先に落ちちゃうので、まあ、すぐ死んじゃいます。何してもね。こんなんあるのな。なんか声がスッキリしてる？あ、僕ですか？ありがとうございます。まあ、一時期僕も、VTuber って言うんですか？させていただいてたことがあったんですよ。まあ、その時はね、僕も半人前と言いますか、どこか何でしょう、至らないところがあったのはもう否めませんよ。で、まあ墓に埋めろっていう名前だったんですけど、墓に埋めようってことでね、この思い出自体を墓に埋めようってことで、墓に埋めろってことだったんですけど、まあちょっとそれが出ちゃってるのかもしれないですよね。まあとにかく行かなければならないところに今から行こうと思いますんで、行け、はよ。早い、最後早い。で、この船から、行くとこからステージ1が始まります。で、ステージ1は俺一回やったことあるね。王宮にある大陸行きの船ですよね。すいませんが、偉大なる王、地位の直令により、もう鶏は船に乗れなくなりました。そんなおかしい法律は聞いたことありませんよ。偉大なる王はそんな古臭い法律を許可するような人じゃありません。大なる王、地位、他の方法を探そう。城にいる魔法使いのおじいさんならきっと解決してくれますよ。ね。もう、ほとんど何言ってるかわからないんですけども。はい。ごめんなさい、僕も、お前小虫、ほんまさっから。
一応絵が出てきましたけども、話的にはこの鶏が今左側の鶏が考えてるわけ。この鶏は船を渡れへんって言ってるから、でも船を渡りたいから、我々は魔法使いに鶏から王様にしてもらったらじゃあ渡れんじゃねっていうことを考えてるわけですね。でここにどうやら魔法使いがいると。このなんかもう模様替え一つ聞かへんような、こんななんかもう暗い、もううつ状態になりそうなこの部屋に、なんと魔法使いがほらいるっていうことなんですね。これね、魔法使いほら、はい、ごめんなさい、ちょっと殺されましたけれども、すいません。いや、それは知らなかったんで、申し訳ないです。だから、あんまり、2番目っていうか1やと思うけどね。こんにちは。聖なる魔法使いのおじいさん。あ、あれ、右上にいるのが妖精ね。セキュリティシステムが壊れちゃった？物乞いがどうやって入ってきたの？偉大な王、なる王の元の姿に、王を、妖精の中の、だから鶏を元の姿に戻すために来たんやと。どれどれ、鶏を人間にする方法はいくらだったかな？なんとかさん、300ゴール、9000万ゴールド、消費税別 10%。ね。まあ、シリに敷かれてる感じなんでしょうね。ご褒。ああ、お金が少し足りないな。少しところの騒ぎじゃないですけどね。僕いくら持ってるか知らないですけれども、おそらく、あ、ゼロですね。僕、ゼロちょっと少し足りないんで、またじゃあね。はい、ちょっと負けてくれませんか？これだから田舎には住みたくないって言ったのよ。このジジイめ。お金さえ手に入ったらこのところすぐ離れてやる。一回戻りたいだけなんですよ。はい、ごめんなさい、ちょ、戻らせてもらっていいですか。はい、すいません、時間の無駄なんで、これじゃあやめときましょうね、殺されるんで。またお金一生懸命貯めてますよ。はい、始まりました。いやー、これがでもちょっと気になるね。これ飛行機が飛んできてるっていう、この時代錯誤も移動はもうなくなったんですけどね、その飛行機も。これ壊れちゃったんやな、これでな。はい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 。これ、はい、今1ゲットしました。これ今から9900万食べていくんで。はい。あ、たまにあるあの箱、今の箱みたいなのが10とか、50かな ?50 になるんで。あとこれがガチャガチャ。このガチャガチャで、あのアイテム取れる。なんかね、なんかいいアイテムが取れたりする。え、セーブ売ってるやん。いらっしゃいませ。うちの店には何でも揃ってますよ、やって。え、セーブ売ってんねや。これでアイテムはあんまりちょっとよくわからないんで、一旦まあ普通に行ってみようか。どんなゲームかっていうのが、まあもう僕はこれでも一回クリアしたんで、はっきり余裕なんですけど、まずはここに行きます。はい。ね。で、この鉄球を避けて、はい、こっちね。はい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 。これはもうお手本ってことになるやろうけどね。お手本プレイ。よし。こういう感じね。これちょっとあのヤギは来てるけど、気にせずに、ここ天秤になってるから、ここ乗ってこう。かおいし！で、ここ乗って、あの、ね。ヤギっていうのはね。奈良でもたまにああいうの見かけますね。あいつが行き過ぎた時に、こう行って、いや、危ない！おいし！いや、意味わからへん、見せんといて。あかん、ごめん、意味わからへん、見せんといて。はい、こっからです。で、こうやろ。でね、たまにこう敵が出てくるのよ、これ。こういう敵をこう鶏で倒さないと、これ、一応即殺されます、これ。あ、あとあのセーブ！あ、このセーブっていう板に当たると、セーブされねん。このセーブっていうのに触った、この、今、これ。これでこっから次行けるけど、その次はもうこっから行けません。そういうルールです。一回だけです。一回だけセーブが効くっていうルールです。いや、ちょっと一回、やめて。アップで。はい、ここ。からの、ここ一気に、こう行く。ま、もう、いて。あ、なんか、ちゃ、表のと違うけど。いや、違う、表のと違いすぎる。表のと違いすぎる。はい、もうすでにセーブが効きません。だから。今の時点でもすでにセーブは効きません。はい。そう、一回まずな。一回左の末行ってからな。はい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 。一回弱キックか。はい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 。はい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 。なるほどね。こうなったらどういうこと？こうなったら、じゃあ。
こういうことやね。ほんだね、そういうことになるね。わかりましたか？システムの説明ってことで伝わってますか？届いてますか？思いは。OK、ここまでしたな。もうだから、ここまではもう安泰からな。で、これこうやろ？はい。これセーブ。でや、問題は、ここは別にむずないって。これどこまでいけるか一回試してみる？自分で。今当たりましたよね今当たってますよ。右のこめかみ当たってるように思うんですけど。はい、ここね。はいはいはい。で、このコイン、ちょっと待って、この右のこのコインがさ、こうなってる。こう右のコインがギューなってるやろ。それに行くわけ。こう。こうな。はい、うまい。で、ジャンプして右側に行って。やったグリーンって行って、登って、よっしゃ、はい、上手。で、俺ここ登れると思うね。よし。で、こうやろ。はい、来ました。これセーブな。よし。ちなみに、これセーブが2回被ることがあるじゃない。向こうとこっちのセーブが被るときあるよね。その場合、こっちのセーブに上書きされて、向こうに戻ることはできません。だから、ここで一回死んで戻ってきて、もう一回死んだら、向こうに戻るのではなくて最初に戻ります。セーブの上書きシステムっていうのはね。これはもう本当にクソくらいですよね。うん。で、びっくりした。あ、そうか。これ、あれ、赤から飛んできたやな。でも、ここから、グーン、ビューン！バッババーン！ふい。ほんでね、この曲を実は彼らが、これやってくれてます、これ。演奏してくれてます。で、彼らを当てると、ちょっと曲がね、変わります、これ。顔グリーンになったけど、自分大丈夫？顔グリーンになってるけど、自分大丈夫？あ、方角的にはこっち行きますね。これは、鶏を運ぶ、というよりは今もうお金を貯めるゲームになってるかな。この道中にあるお金を貯めるとあとゴールしたらお金がちょっと機能がもらえたりして、うん、だからまあ目的としてはお金を貯める。でここに変態がいます。あれね、変態見えますか皆さん。ここに変態がいるの。あの変態が喋りかけてくるんでね靴履くのやめてほしいわ。パンツはそれでもいいけど、靴履くんだけはやめてほしい。なかなかのジャンプうまいな。このエリア、おい、早いな。あいつと対決ってことだったんかな、これ。対決ってこと、俺はちょっとこっからあんまよく分かってないんだけど、これ多分こっちじゃないか。ここにあいついいひんかったよね。これだからこれ先、あ、ほら、おったほら。あ、飛んでった、ほら。あ、追いかけてみろ。よいしょ、そんな大ジャンプ俺できひんちゃうかな。あいつめっちゃジャンプしたけど、あいつ追いかけるっていうゲームなんや、これ。ちょっと待ってな、これ。ここむずない？これ。え、これどこで行ったんや、これ。危なっ！よし。今。いや、ほんで、これ注意です。これ初見殺しなんですけど、まあ、本来実況者はかかるべきなんですが、あれ宝箱や宝、はよ言うてー、はよ言うてんかー。こういうことになります、これ、ほら。ね、まあ、本来かかるべきなんですけれども、おい、ちょー危うくかかりかけましたが、そして。ああいう初見殺しがあります。このステージだけは私クリアしたことがあるんで、ギミックをしていますが、そういった初見殺しギミックが多数存在するということで、はい、来ました。皆さんもお分かりでしょうけれども、もう前のあれはバームクーヘンじゃないんです。あのなんていうかな、塔っていうかな、あれが多分攻めてくる。それで俺はあこに入ってみようと思う。前最初にやった時はこっちにクリアしてもてんけど、もう絶対転がってくるもん。これ絶対転がってきますよね。あ、でもこれ欲しい俺、これ。すっぱだかでこの音、お前ちょ待って、お前ジーナスだってお前危ないんちゃう。あー、助けて、あー、助けて
いやもうほんま死にたないね。うわほんま死にたない。おお、あぶねえ。あ、え、待って、これちゃうこれ。え、ここにこうやったんちゃうこれって。うわ、はよ言うてや。なんかめちゃくちゃ恥ずかしい、なんかクソダサい逃げ方してたやん俺。ここもダッシュで間に合わんか。間に合え、にゃー、よっしゃ。ほら、こういうね、おかしいおかしい動き、ぎこい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 。これちなみにあの、あこに行ったらゴールやからね。あの上がゴールやからね。これが、まあ、チュートリアルステージ。まあ、このチュートリアルステージを私がクリアしたことはあります。まあ、下見としてというか、なんというか。で、これが2ステージ目からどうなってくるか。はい、来たー。ここな。こっから、これ回ってるよねって。でも、こんなんはこういった余裕よねってことやな。もうそんなん、はっきり余裕よねって感じ。で、あいつももう殺しとくよねって感じ。で、これこっちからこう、ビヨーンやな。はい、おもんないよね。はい、おもんないよね。うん。今のはマジでさらっと言ってくれんかった。かなりテンポ悪なるから、マジでいい加減にしてほしいとは思うね。はい。うわいしょ、おぉ。もうそこ、もうそこ、いいって、俺、もう、どうなるわ。手首から先が叩きすぎて。よし。あぶね、これはもうマジで行く。これ行けへん方がおもろいけど、行くで、これは。ほら、な、ええねん、そんで、でも。全然そんで。で、こっちか。ちょ、俺も覚えてないんだ。とにかくこっからちょっと難しかった分覚えてるんだ、俺。これね、ちなみにセーブしてへんから、下手したら最初やで。下手したら戻るとこ最初。ここや、ここや。これに乗って、あっちに飛ぶねん。今。うわ、おお、いけ。はい、うまい。うまみちゃん。画面。危な。右足どうなってんの。よしよし、これでステージ1クリア。これはチュートリアルステージなんで、そんなあれですけど、難しくないけれども、ゴールの時にあの、まあこれちょっと なんて書いてあるんですかって言ってるけど、この左側の宝箱がゴールなんかな。ちょっと俺は分からへんけど、あんまり詳しくは。やはり我々が遅かったか。これね。で、これ。これはゴールってことなのかな?ちょっとこれはハングル文字でちょっと分からへんけど。で、新しくこの鶏を手に入れます。これでクリア。ね。あ、これね、あの、このシルエットのとこあるじゃない?このシルエットのところ、まあ、一番右のやつなんてもう卑猥極まりないけど、このシルエットのものが実はこのコース内に落ちてんのよ。これを集めたら、なんかもらえたりするんやと思う。多分な、コスチュームとか、多分そういうのがもらえたりするんやと思う。っていうのが、ここクリア早いやろ。じゃ、これは俺やったことあんもん。でも、こっからは全くやったことないねん。